吉田さん、ドンパチの戦争は嫌ですね。勝ち目がないですよ。勝っても負けても傷は深いですしね。で、麻雀業界で戦うのも私はちょっとね、うんざりですね。労多くして実りなし。そして勝ったら勝ち続けないといけないでしょ。でも、金稼ぎのマーケットってのは、自分の必要な分だけ戦ったら、切りなく上見る必要ないですからね。まあ、この辺でいいかっていうところでいいんじゃないかなと思いますしね。なんせ生涯に使うお金って限られてますから、無限じゃないですからね。そこまで欲望が無限じゃないですからね。まあ、せいぜい私の欲望なんてね、小さくまとまってますんで。まあでも、その小さくまとまった欲望ですらほとんどの方は叶えられないと思えば、かなり十分いけてるかなっていうところですかね。まあその妥協点を見つけると言いますかね。で、それがもし早めにクリアできたら新しい欲望を探しに行けばいいのかなというところですか。自分との戦い、まさにね、自分をどう制御していくか。まあ人のことに首突っ込んでいればないですよ、というところじゃないですかね。今日も行ってみましょう。いってらっしゃい。